つまりあの、つんくさんが感じたショックっていうのは、このキザニアとていう仕組みめちゃくちゃよくできてると。で、俺はこのエンタメ業界で、いわゆる音楽を作る、歌う、パフォーマンスする歌手と、そこから一歩進んで、ハロプロみたいなものを自分でプロデュースするっていうところまでやってきたと。じゃあこの、 自分がやってることをキッザニアみたいな形で子供たちに体験する。つまり子供たちに歌だけではなくてプロデューサーとかレコーディングディレクターとかそういうふうなものを体験させられるようなことってできるはずなのになんで思いつかなかったんだろうってことなんですね。えー、実はつんくさんは我が子らにすらまともにエンタメの色派も音楽、ポップスの色派も教える時間もそれを教わる仕組みもなかった。 えー、英会話の塾からインターナショナルスクールも通わせ、手をかけてきた分、本来自分の得意分野であるはずの音楽やダンス、エンタメの部分を全く伝えていなかったと、ふっと気がついたわけです。こう面白いですよね。英会話の塾からインターナショナルスクールまでも通わせてたのに、自分の得意なことを教えてないというです、ね、世襲の逆ですよね。あえて自分のやってきた道じゃなくて、いわゆる普通の金持ちの人が子供にやっちゃうようなことをやってたわけですね。 で、エンタメの世界のキッザニアっていうのは、考えてみたら割と難しくてですね。ツンクさん言ってるのは単にエンタメの総合スクール作るじゃないんですよ。それだったらもうすでに日本にいっぱいあるじゃないですか。いわゆる、うん、芸能スクールみたいなやつですね。子供から入れるな。でも、キッザニアとそういう、あの、芸能スクールとの間にはすごい差があって、何かっていうと、この後ツンクさんが言うんですけども、才能とか熱意のない子供、普通の子供をどうするのか。 いう問題です。これちょっと意外な話なんですけど、聞いてください。当時 AKB も前世紀で、ハロプロや AKB を目指す子たちは、みんな能動的にやりたい、売れたい、と思って入ってくれる。だから、それなりに根性もあるので続きます。 当時僕の組んでいたカリキュラムは大体11歳くらいから17歳くらいまでを研修生として訓練し、プロにしていくようなものでした。この11歳の時点でオーディションから選ばれてくる子供たちなので、ある程度それまでの人生において、ふるいにかけられ、残ってきた子たちを訓練する。わ、えー、えかりますかつまり、つんくさんがこれまで相手にしてるっていうのは、つんくさんに限らず芸能スクールに来るような子供っていうのはすでに、 もうセミプロなんですね。子供の頃からやる気があって、親も結構協力してくれて、自分にも才能があると分かって、自分なりの伸ばし方、見せ方も分かってて、例えばカメラの前でいい映画をやってくれていたら、ある程度見当がついてる子ばっかりの、かなり優秀な奴が集まっちゃうんですね。あの、いわゆる、東進ハイスクールの東大特進クラスみたいなもんですね。そこに入ってくる時点で、 もう、あの、成績がいいの分かりきってんだから、こっから東大の入学率高いのは当たり前だわ、みたいなもんですよね。で、だから、親も出資するし、励ますんですよ、そういう子供には。で、スクール側も芸能界にはこういう新人が望まれてるというビジョンがあるので、教えやすいんですよ。しかし、何の才能があるのか分からない。 そういう子供たちをどういうふうに伸ばせばいいのかですね。えー、ツンつんくさんの相談はですね、こういう割とスケールが大きいものなんですね。こうだからどうしましょうかというですね。エンタメ産業というよりは、これエンタメ産業に限らないんですよ。何の才能があるのかわからない。何が天職かわからない。どういうふうにこっから先生きていったらわからないという子供たちっていう言い方してるんですけど、それは国民すべてなんですね。これからの国民はいかに教育されるべきかと。 国民の教育というのは果たして20歳とか25歳で終わるのかどうか。 ですよね、だって、そういう時代じゃないんですよ。20歳とか25歳で教育が終わった段階で社会出ちゃったら、40歳、45歳になったらもう社会の変化についていけなくなるっていうのは僕らもう見てるわけですから、教育っていうのは全、人生の前期にガバッとまとめてやっといて、一週間で土曜と日曜にまとめて寝といて、金曜までは寝寝ずに働きましょうって言っても無理じゃないですか。もう本当に教育っていうのはそういうレベルに来てるんですけども、まあ、こういうフレームで考えないと、ちょっとツンプさんの相談にはですね、答えられない。 ということですね。